はい、みさかです。この動画では、ブレンダーとユニティでのバーチャルマーケット向けのブースのライトマップ設定の手順を解説します。ターゲット層は前回と変わりません。バーチャルマーケットに出店したことがあって、クオリティをさらに上げたい人、ブレンダーとユニティのライトマップについて、ふんわり知りたい人あたりを想定して説明していきます。例によって、ブレンダーとユニティの基本操作はできる前提です。解説していく内容はこんな感じ。概要欄にも目次を書いておくので、だるくなったら好きなとこから見てください。今回は、ライトマップの話の続き、ここから、いよいよ具体的な手順の解説です。ブレンダーでライトマップを焼く手順と、ユニティで焼く手順、両方やっていきます。実践的ではありますが、狭いジャンルの話なので、視聴者をどんどんふるいにかけていくやつです。皆さんついてきて。全体の流れとしては、ブレンダーで焼く場合は、普通にモデルを作った後、ライトマップ用の UV を追加、設定、そして、ライトマップをテクスチャに焼いて、最後に、モデルとライトマップをユニティに持って行って使う、みたいな感じ。ユニティで焼く場合は、モデルの UV 設定終わった時点で、ユニティに持って行って、ユニティ側でライトマップを焼く、みたいな感じになります。ブレンダーでライトマップを焼く工程、行ってみましょう。まずブースをモデリングして、さらにライトを配置していきますよ。はい、こちらに完成したブースが用意されています。いろいろ飛ばしすぎな気もしますが、この動画は、ライトマップの説明です。モデリングは対象外。視聴者をどんどん振り払っていくムーブですね。ブースのモデリングが終わって、テクスチャの UV 設定が終わって、ライトも、それっぽく配置された、という状態を想定して進みます。まず UV を増やします。ブースのオブジェクトを選択して、オブジェクトデータの UV マップを確認。おそらくすでに1つ割り当てられているはず。ここを押して、はい、2つになりました。Unity では、1つ目の UV を通常のテクスチャ、2つ目の UV をライトマップに使用する仕様です。順番を間違えないようにしましょう。わかりやすく、名前変えておくといいですね。ライトマップの UV を設定していきます。2つ目の UV を選択して UV エディティングモードに、編集モードで、ショートカット A 押すとかして、すべての面を選択した状態で、メニューの UV、ライトマップパック、新規画像チェック、画像サイズはご自由に、2のべき状になってれば、OK です。256とか1024とか、私は4096にしちゃいました。なお、増やすと、クソ長い計算時間が待っています。覚悟してください。はい、UV が割り当てられました。これで OK ですが、こだわるなら、手動で調整してもいいです。面倒ですけど、もし手動でやる場合は、目立つ部分を大きく。この時点で、モデルデータは完成しているので、ファイル、エクスポート、FBX 出力、FBX ファイル作ります。ユニティ向けの FBX エクスポート設定、私は、こんな感じにしてます。はい、ライトマップの UV が割り当てられて FBX もできました。次は、ブレンダーでライトマップテクスチャを焼いていきます。対象オブジェクトのマテリアルを確認、設定されてなかったら足してください。濃度を使用は有効状態に、シェーディング編集画面に切り替え、テクスチャの濃度を追加します。追加、テクスチャ、画像テクスチャ。ここを押すと、先ほど作ったライトマップ画像があるはず。選択。ここは生成に。あ、追加したテクスチャ画像は、選択した状態にしといてください。あと、こっち側のウィンドウも、ライトマップを選択しておくと、ベイク結果が見れます。次にライトマップを焼くオブジェクトをすべて選択して、レンダープロパティ、レンダーエンジンを EB からサイクルスに。ここのベイクで。設定は、こんな感じ。余白は 1px でいいかな。ベイクをします。しばらく時間がかかります。先ほど、テクスチャサイズを、軽い気持ちで4096にしてしまった人は、きっと後悔していることでしょう。悔い改めてください。マスターも苦しんでましたよね。はい。はい、テクスチャにベイク結果が焼き込まれました。忘れずに焼かれた画像を保存しておきましょう。ここ、画像、保存、で OK。これでライトマップが焼かれたテクスチャ画像ができました。焼いたライトマップをユニティ側に取り込んでいきます。バーチャルマーケット公式の出店者向け情報を見て SDK のインポートとか、いろいろな環境構築とかを済ませておいてください。入稿用シーンの作成まで終わってる前提です。
具体的には VGET ツールズでテンプレートをして入稿用フォルダとシーンが初期化された状態までは終わらせてください。 FBX とライトマップテクスチャ画像、あとあれば通常のテクスチャ画像を Unity にインポートします。入稿ルールに従ってプロジェクトの出展者 ID 以下のフォルダにドラッグ&ドロップ。モデルの設定、ジェネレートライトマップ UV はチェック外してください。マテリアルを展開。マテリアル設定です。テクスチャ用の UV とライトマップ用の UV、 2つ設定できるシェーダーを使います。スタンダードシェーダーがこれに該当しますが、このシェーダーは光源の影響を受けてしまうので、ブレンダーでの見た目と微妙に違ってしまう恐れがあります。具体的には環境光の強さに影響を受けます。あとレイヤーによってはワールドのダイレクトライトの影響も受けます。まあそれで周囲に馴染む効果もないではないですけどね。周囲の光源の影響を受ける前提なら Unity 側でベイクする方がいいですね。ブレンダー側でベイクする方法で自分で完全にライトを制御したいならアンリットなもの、光源の影響を無視できるシェーダーがいいですね。軽いですし、しかしそんなものは用意されていないので自分でシェーダーを書く必要があります。っていうのはあまりにもハードル上げすぎなので、ここにアンリットで UV2 つ設定できるシェーダーを置いておきます。ご自由にお使いください。気になる部分があったら適当に書き直して使ってね。はい、マテリアル設定に戻ります。シェーダーは先ほどのやつ、1つ目のテクスチャは通常のもの、そして2つ目にライトマップテクスチャを設定。バーチャルマーケットの入稿規定に従ってヒエラルキーに配置します。ブースのオブジェクトならスタティック側のフォルダに置いた上で、ここのスタティック設定をこんな感じにすると思いますが、その場合はここのライトマップスタティックの項目はチェックしません。ここチェックすると Unity 側でのライトマップ処理対象になってしまいます。ダイナミック側に置くこともできます。ダイナミックに置いた場合はこの辺のチェックはしないでください。はい、ライトマップテクスチャ適用されていますね。いい感じになっています。マテリアルのテクスチャ設定変えてみるとこんな感じ。ライトマップの効果の大きさがお分かりいただけるかと。これで自前ライトマップは完成です。次、ブレンダー側ではなく Unity 側で焼く場合の手順も解説していきます。途中まではブレンダーで焼く手順と同じです。いきなりここから見てる人はブレンダーで焼くのとこも見てね。まずブレンダーでの工程から、 UV を増やして UV エディティングモードに、メニューの UV、ライトマップパック、新規画像はチェックなしでいいです。画像サイズは512ピクセル、バーチャルマーケットの入稿制限に合わせます。あ、これ VGET4 時点では512でしたが、将来変わるかもしれません。 VGET5 以降の作業でここを見ている人は最新の入稿情報を確認してくださいね。こっちでは FBX 出力したらブレンダーの作業はもう終了です。 Unity 側の作業に進みます。入稿用シーンの作成まで終わらせて、 FBX とテクスチャ画像を Unity にインポートします。モデルの設定、ジェネレートライトマップ UV はチェック外してください。マテリアルを展開。マテリアルは特にいじりません。バーチャルマーケットの入稿規定に従ってヒエラルキー配置します。 Unity 側でライトマップ焼くならスタティック側です。スタティック設定はこう、ライトマップスタティック項目はチェックします。ライトを配置していきます。ブレンダー側で配置しているなら設定値をいじるだけでいいです。なお、ライトにはかなり厳しい入稿制限があります。ベイクドのみ配置可能なのと、それぞれの設置数にも数の制限があります。入稿ルールをしっかり確認してください。バーチャルマーケット4時点での話ですが、ここら辺にブース以外の背景とかが用意されています。周囲の地面とか壁とかが有効になっていると、そっちも一緒にライトマップを焼いてしまうので、ライトマップテクスチャに余計な部分が入って入稿制限を圧迫してしまいます。これは無効にしてから、そしてライティングセッティングウィンドウでベイク、ここのパラメータはいじっちゃダメです。運営側で焼くやつなので、ベイクしてみましょう。はい、焼けました。まあ見た目は参考程度に。
このベイクは入港前に制限をクリアしているかどうかチェックしているだけです。この結果がそのまま本番環境で使われるわけではないです。本番で使われるライトマップのベイクは入港後に運営側がワールドのいろいろな光源も合わせて全てまとめて焼いてくれます。その結果は入港後に下見期間とかあるはずなのでその時に確認してくださいね。手元でベイクしてみた結果、512ピクセル以下の1枚に収まっていれば OK。 はい、これでライトマップ設定終了です。お疲れ様でした。はい、結構長くなっちゃいましたね。そしてじわじわと難易度が上がってきました。次回はいよいよモーションの作り方です。モーションの解説は作るのにちょっと手間取りそうなので間が空くかもです。生温かく見守りつつお待ちください。